はい、どうも、社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、今日やっていきたいこととしましては、島訪問ですね。本日は島訪問をやっていきたいと思っております。具体的にどういった島に訪問するのかっていうところなんですけども、和風と洋風エリアが分かれている、そういったね、綺麗な島に、本日はご訪問させていただくということになっておりまして、上空からもすでに見えていますが、本当にね、クオリティがすごいんですよ。特にね、博物館のエリアと、あとはキャンプ場のエリアがね、めちゃくちゃすごいので、そこを中心に見ていければなと思います。はい、ということで、到着しましたね。てか、労働時間長えな、本当。なんか毎回思うんだけどさ、労働時間長くね。はい、ってことで到着いたしました。よろしくお願いいたします。はい、ということで早速見ていきたいわけなんですけど、すでにここからすごいんだけど、めちゃくちゃ整備されてんな。この短期間でここまで整備できるってすごいと思いますね。だってさ、まだ発売してから2週間も経ってないでしょ。やばくないか。で、最初はまあ噴水エリアで、で、その周辺にまあチューリップが咲いてると、まあそういった形になっております。いや、すごいね。で、上の方に行くと案内所があって、で、横には針葉樹があると。なるほどね。すごいな、これ。綺麗すぎないか。すでにここからクオリティが高いんだけど。これはね、噴水を中心とした公園を作ろうとされてる方にはかなり参考になるのではないでしょうか。ね、すごいよなこれ。で、左右に、街灯とベンチが置いてあるといった感じでしょうか。で、上に行くと、案内所があって、左に行くと何がある、これ。おお、なんかすごそうなところにやってきたぞ。ここはなんだ、キャンプ場か。うおー、なんかすごいな、大規模なキャンプ場やな。聞いてはいたんですけど、すげえなこれ。大規模なキャンプ場ということで、うわー、ここまで作れちゃうんだね、動物の森で。やばいな。なんかさ、キャンプ場は自分もまだ作ってなかったんですよ。これね、かなり参考になりますよね。そして家具の色もめちゃくちゃマッチしてますよね。すごいわこれは。やばいね。なんか飛び盛り時代のオートキャンプ場を彷彿とさせますね。で、上の方に行くと和風エリアだと思います。で、和風エリアということで、お、パンダがいる。パンダいますね。で、竹がいっぱい、まあありますというところで。てか竹林ですね、本当に。竹みたいな感じで。いや、すごい風流な雰囲気が漂ってますね、マジで。すごいな。あとですね、上のエリアの方には温泉も複数あるみたいです。お、井戸がある。こういう作り方もできるんですね。すげえな、本当に。和風エリアがおしゃれすぎる件について、いやマジでさ、サムネどこにしようか迷うんだけど、こんなにいいところがあると。それなんだよね、一番いいところをサムネにしたいんだけど、いいところがありすぎて困ってしまうっていう。すでにまだね、一部分しか行ってないんですけど、島すでにいいシーンがかなりありますね。で、ここら辺は庭かな、うん、多分ね、ここに家があるっていうことで、まあ庭だと思います。で、アンドンがあって、おお、すげえこれ。すげえな。で、こちらに行くと温泉があるってことですね。これってさ、なんぼぐらいで入ることできるんやろ。入場料なんぼや。うわー、すげえな。なんかシンプルなんですけど、すごくね、綺麗だと思いますね。家具の配置が綺麗すぎる。これはかなりね、参考になりますね。僕もパクろうかな。丸々パクろうかな、これ。すげえわ。自分もね、ちょうど温泉が作ってたところだから、めっちゃ参考になるな。で、下の方に行くとプライベートビーチがあるってことか。で、川がここには流れておりまして、左の方に行きましょうか。おお、来たー。ここめっちゃすげえんだよ、そう。ここね、博物館エリアなんですよ、さっき言ってた。これマジですげえよな。やばくない？ちょ、ここサムネにしようかな。ちょ、迷うな、これ。うわー、こんなことも今作できるんですね。マジでおしゃれじゃない？そして上の方に行くと博物館があるっていう形ですね。いや、すごいなこれ。で、ここら辺はちょっと小物系と、あと卵がある。卵がある系について。なるほどね。とりあえずちょっとここサムネにするかもしれないから、ちょっとアクション取っとくわ。こういうのいいよな。自分もね、こういうの作ろうと思ってたんだけど、結局ね、まだ作れてないですね。まあ機会があればね、作ろうとは思っているんですけど。
なるほど、なるほど。とりあえずね、上の方に行きましょうか。すごいな、これ。ね、ライトもいい雰囲気出してますよね。これさ、多分昼に見るより夜に見た方が綺麗そうじゃない？雰囲気的には。そして、あ、これ動くんだ。見て見て、これ動いてる動いてる。今初めて知ったわ。なるほどね。わあ、そこにある滝もめっちゃいい雰囲気出してますね。で、博物館の周辺は、まあ、ちょっとした公園みたいな感じになってますね。ベンチと街灯が置いてあってみたいな。で、花が、まあ、ありますと。なるほどね。ってことで、次は左か右どっち行こうかな。左行きましょうかと思ったらないわ。じゃ右行くか。で、右に行って、で、上の方は何がある？まあ、ベンチと自販機と、まあ、街灯とベンチみたいな。なんかベンチの数めっちゃ多いな。ここは針葉樹エリアか。で、さっきのところ戻ってきたから下降りましょうか。いやー、道の作り方であったりとか、あとはね、ベンチの置き方とか、まあ、小物の置き方とか、ね、すごく参考になりますよね。あと、階段の配置具合も絶妙ですごいなと思いました。よくもまあ、こんだけのクオリティを短期間でできたな。何時間ぐらいこれ、制作時間かかったんだろう。で、ここは金バラとか、まあ、黒バラとか珍しい、まあ、花系が置いてあるのかな。で、家の中に入っていきましょうか。で、ここの家には何があるのか。おほー、すごいな。まだね、作ってる最中かな。奥の部屋が、中に入れないようになってましたね、今。で、左の方に行くと、おー、バスルームかな、これちょっとした。おしゃれやな、てか広いな。ね、すごく良くない、ここ。ちょっと待って、これ。めちゃくちゃおしゃれなトイレがあるんだけど、いいな。自分の熱盛の家さ、普通の洋式トイレなんですよ。勝手に開いてくれる全自動のトイレ、めっちゃおしゃれじゃん。最新やな。で、右の部屋にも入ることできないんか。まだ作成途中ですよってことでしょうか。なるほどね。で、部屋の全体像としてはこのような形になっております。すごくね、おしゃれだと思いますね。とりあえず地下の方に行きましょうか。さあ、地下には果たして何があるのか。おお、なんか宇宙空間か、これは。これは宇宙をモチーフにしているのか。おそらくね、まだ作成途中じゃないかなと思ってるけど、なんかこう見てみるとさ、空中に浮いてるように見えますよね。すごいな、ここ。この壁紙とさ、このなんだ、絨毯って言ったらいいのか。この絨毯めっちゃいいっすよね。これ欲しいな、自分の部屋にも。普通に自分の部屋にも欲しかったんだけど。よーし、ということで、続いて2階の方に上がっていきましょう。さあ、2階には果たして何があるのか。おお、ここはまだ作成途中か。なるほどね。まあ、さすがにね、島整備だけでいっぱいいっぱいになっちゃうよね。部屋の中までね、作ろうと思ったら相当ね、時間かかっちゃうからさ、これは仕方ないか。てかさ、この絨毯っていうか壁紙もなかなかいいね。なかなかね、雰囲気がいいと思いました。なんか今作さ、本当にめちゃくちゃおしゃれな壁紙とか多いですよね。マジですごいと思うわ。いやー、自分もね、頑張って入手しないといけないな。全然ね、まだ入手できてないからさ、家具とか。島整備は割と頑張ってんだけど、家具がね、間に合ってないんですよ。で、左に行くと何がある？おー、すごい。これヤシの木かと思ったら違ったわ。これは家具ですね。ここら辺は夜に見たらめっちゃ綺麗そうじゃない？多分これライトですよね。ライトっていうか、まあランプか。ランプだと思うので、多分ね、夜に見たら綺麗じゃないかなと思いますね。そして上の方に歩いていきましょう。ここには何がいる？おお、怪獣がいる。めっちゃでけえ。ってか、クソでかいな、相変わらず。まあ、先行プレイ映像とかでもちょこちょこ見てたんだけど、めっちゃでかいですね。で、下の方にまた戻りましょうか。さあ、下の方に戻っていって、他行ってないところどこだろう。ちょっとね、島が広すぎてまだ把握しきれてないんですけど、多分ね、左側の方は全部見れてるよね、これ。左は全部見れてるけど、右側があまり見れてないところがあるので、そちらの方に行きましょうか。で、その前にこちらのビーチの方に行きたい。おお、ここら辺は、お、貝殻がある。すごい可愛い貝殻がありますね。で、ここには特に何も置いてなくて、右側の方に行きましょう。右側、おお、すごいな、これ。貝殻のテーブルか。なるほどね。よし、っていうことで、これで戻ってきましたね。
で、川をまたぐとたぬき商店がここにあると。なるほどね。で、電話ボックスがあってさっきのところにさらに戻ってくると。で、右に行くとエイブルシスターズがあって、で、ここが住宅街みたいな感じかな、多分見た感じね。おそらくそうじゃないかなと思っていて、ビーチの方はここはヤシの木が生えていると。なるほどね。すごいな本当に。で、こちらから住宅街。おミミィちゃん久しぶりじゃねえか。飛び盛り時代お世話になりました。で、こちらに行くと、まあ、さっきのところ戻ってきちゃうからこっちの方見ていくか。住宅街めっちゃおしゃれじゃないここ。すごいすごいぞここ。待って待って、綺麗すぎないか。なるほどね、住民と住民の家の間は水堀になってるんか。へえ、なんか水堀もさ、こう見てみるとかなりおしゃれですね。自分もやってみようかな。で、またこちらの方に戻ってくると、おお、すごいなここ住宅街が。てかミミィちゃんしかいねえじゃねえか住民が。他の住民どこ行った。かなりここ参考になりますよね。なるほどね。で、交配花も多くてさ、これ作るの絶対難しかったでしょ。難しいってか結構ね時間かかったでしょ、時間はね絶対かかってますよこれ。で、上の方に行くと、おお、なるほどね、なるほどなるほど、自然豊かですねここら辺は。すげえな。で、灯台があちらの方にあると。なるほどなるほど。桜並木がめっちゃ綺麗ですね、雰囲気が合ってるというか。で、さっきの和風エリアに行っちゃうのか、こっち行くと。じゃあ左の方行きましょうか。さあ左は何がある。そしてさ、ちょこちょこ卵の木があるの笑うんだけど。はい、ということで、さっきのキャンプエリアに抜けてきました。なるほど、ここに繋がってたってことか。とりあえず上の方に行ってみますか。これ階段のところ、ちょっと待ってね。ここをねサムネとして使う可能性があるから、ちょっとここら辺でポーズ取っとくか。さあいい感じじゃないここ。どこサムネにしようかな、ここにしようかな。で、ここら辺も下側と同じで住宅エリアになってますね。綺麗やな本当に、やばいね。で、こちらに行くと、おお、なるほどなるほど、こういった形になってるんですね。いや、ベンチとかさ、自販機がものすごい数ありますね。揃えるのこれ絶対大変だったでしょ。何個あるんだろう。特に自販機系はマイルを大量に使うからさ、これ絶対大変だと思うよ。あと街灯とかもそうだし。うわー、相当これね苦労して作った島だと思いますよ。まあ、お金はねどうにかなるけど、マイルって結構貯めるの難しいですからね。で、ここら辺も住宅街ということで、住民の家がまあ並んでるということですね。やっぱ住宅街ってさ、すごくおしゃれですよね。うん、やっぱエリア分けするのがねいいなと改めてこの島を訪問して思いました。はい、ということで、ちょっとね上の方にまた戻りましょうかね。上の方でまだね見落としているところがある可能性があるので、もう一周ねしていこうと思います。いやー、和風エリアもほんとすごいよな、ね、さっきの下のね住宅街エリアもすごかったんだけど、ここもねほんとすごくできてるなと思いました。家具の配置も含めて細かいところまで完全にね再現してるのがすごいですね。うーん、本当にすごいと思うわね。家具の位置もさ、これ相当厳選してるでしょ。これはここに置くとかね、1マス1マス計算されてて本当にすごいなと思いました。いやー、すげえな本当。あとね、個人的に好きなエリアはここですね。ここもねすごくいいなと思っていて、和風の雰囲気が個人的に好きっていうこともあるんですけど、いやー本当にこの和風の雰囲気がいいなと思いました。で、家の中に入ってきたわけなんですけど、ここね、さっき家の中に入ってなかったんですよ。だからね、こちらの家の中も見ていければなと思います。はい、ということで、家の中としましては、こんな感じの雰囲気が漂ってますね。ザ・和風みたいな。すごいな、これもまた。てかさ、よくね、こんなに家具集めたね。まずそこじゃない。どうやってこんなにたくさんの家具集めたのみたいな。はい、ということで、ここでね、ちょっとポーズ決めていきましょうか。いやー、掛け軸もね、いい雰囲気出してますよね。掛け軸と、あと日本刀かな、あれは。おそらく日本刀だと思うんですけど、いや、本当によくできてるなと思いました。はい、ということで、次は、どこに行ったらいい、これ。左右に部屋はないんか。とりあえずですね、地下と2階に行きたいと思います。まずは地下ですね。地下は、これはなんだ?おー、待って!すごい!すごいぞ、これ。
音がすごい。なんか ASMR とかでありそうやな。すごい。いい音してんな、これ。めっちゃいい音してないか。はい、ってことで2階の方に行きましょう。さあ、2階には果たして何があるのか。ね、非常に楽しみなところなんですけども。さあ、どうでしょうか。おー、なるほどね。寝室か。ザ和風やな、本当に。ね。まあ、畳のベッドが左にあって、右には布団があって。で、畳が敷いてあると。いいね。なんか旅館みたいな雰囲気が漂ってますね。そもそもさ、ここって旅館みたいな感じなのか。ちょっとね、まだ聞いてないからわからないんだけど、まあ見た感じ、旅館の雰囲気が漂ってますね。まあ、そういったところでね、これからどう改装されていくのか、非常に楽しみですね。はい、ということで、ここの家を後にしましょう。さて、これでさ、多分、島全体を見終わったんじゃないかなと思います。特にね、抜け漏れとかはないと思うので、これで終わりかな。いやー、だけど、改めて見てみると、ほんとすごいね。いやー、自分も島整備頑張ろうと思いました。いやー、ここまでのクオリティを再現できるのはほんとすごいと思うよ。自分には多分ね、これできねえからな。いやー、すごい。てか、奥の方になんかあるんだ。今気づいたわ。ここら辺もすごいよね。あとさ、噴水のあの色めちゃくちゃおしゃれだよね。自分の島さ、噴水の色が確かね、白だっけな。まあ、白ってかシルバーなのか、あれ。ちょっと表現が難しいんですけど、あのなんか、ね、ブラックメッキみたいな、そういった噴水の色めちゃくちゃおしゃれですよね、あれ。あれめっちゃいいな。俺も欲しいんだけど。はい、ということで、戻ってきました。はい、ということで、今日の動画この辺りで終わろうかなと思ったんですけど、ここにもまだね、行ってないところありましたね。ここはなんだ？ここはまあ作業スペースみたいな感じか？作業スペースまで作ってんのか？すごいな、ここ。マジでクオリティ高すぎでしょ。すげえなー。あとさ、一つ気になったのが、川幅の広さですね。川幅がめちゃくちゃ広くないか？ね。川幅が広い川ってあんなおしゃれなんだ。自分の島さ、川幅が結構狭いから、結構ね、微妙だったんですけど、川幅広くするのも結構ね、島をおしゃれに見せるテクニックかもしれませんね。いや、普通に綺麗だなと思いました。はい、ってことで、ここら辺にまた戻ってきたわけなんですけど、本当にすごい島でした。いや、ご訪問させていただいてありがとうございます。はい、ということで、本日の動画、この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからも来ていただければ幸いです。あとはですね、最近島訪問動画もこのような形で上げておりますので、何かしら特色がある島とか、あとはね、他の人がやってないようなことに取り組んでる島とか、もしございましたら、ね、コメント欄とか、あとはまあ Twitter のリプ欄とかで飛ばしていただければ、ね、そちらの方を見させていただくので、ぜひぜひ気軽によろしくお願いいたします。はい、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。